ウジホロド、ウジホロドは、ウクライナ西部の都市。ザカルパッチャ州の州庁所在地。スロバキア国境と、ハンガリー国境に近い。ウジホロドは、市内を流れ旧市街と新市街とに分けている、ウジ川にちなんだ名前である。ウジは、丸くなった蛇を意味する。そしてホロドは、スラブソゴのグラードから派生した。 都市を意味するルテニアの言葉である。しかし、この名前は20世紀初頭から用いられているに過ぎず、歴史上幾度も名前を変えてきた。ウングバル、フングバル、ウングイバル、ウングバル等、これらの名前はすべて、ハンガリー語由来のものである。なお、ドイツ語名表記は、アングル、ウングストットである。かつては、ハンガリー王国のウング圏の中心地でもあった。 氏名はウクライナ語、ロシア語とも綴りは同じである。これをラテン文字表記にすると、ウクライナ語ではウズホルアド、ロシア語ではウスガロッドとなる。近年まで氏は英語名のウジゴロドとして知られていた。ウジホロドは北緯48度37分統計22度18分、北緯48.617度統計22.300度。 48.61722.300の位置にある。死を最初に建設したのは、スラブ人であることはよく知られている。白、クロアチア人が、現在のウジホロドの地に3世紀頃定住した。9世紀には、要塞化された城は要塞化された初期の封建制の定住地に変えられ、伝説的なラボレツコーの治める新たな スラブ人君主国の中心となった。903年、族長、アールパードに率いられた、マジャル人がフングバルーの要塞へなだれ込んだ。勢力は、近郊ではなく、ラボレツ港は敗退し、川岸で残守された。この川は、今も、彼の名にちなんで呼ばれる。ハンガリー人の到来後、小さな町はその境界を伸ばし始めた。 1241年から1242年にかけ、バトゥ率いるモンゴル族が、定住地に火を放った。14世紀初頭、ウジュホロドは新たに、ハンガリーの支配者となった、アンジュ家に強い抵抗を見せた。1318年から360年間、イタリア人伯爵であるドルエット家が町を所有した。その時代、フィリッポ・ドルエットは、近代的な城の場所に、 新たな石像の要塞を建設した。城とともに、市は、成長を始めた。1430年以降、宇ジホロドは、王からいくつかの都市特権を獲得し、公式にウングバルの特権都市と呼ばれた。市内にある、投票天霊カトリック教会16世紀から17世紀、市には、多くの手工芸組合があった。この時代の市は、 プロテスタントが優位にあるトランシルバニアとカトリックを信仰するオーストリアとの間の信仰の戦いが交わされた。1646年、ウジホロド連合が宣言され、下カルパチアで東方天霊カトリック教会が設立された上、儀式がバチカンの庇護を受けてウジホロド城で行われた。1707年、ウジホロドは ハンガリー人の民族的自由運動の指導者、ラー・コーツ・イフェレンツ2世の住居があった。19世紀初頭は死に最初の工場が作られるなど、経済的変化に特色づけられる。19世紀の政治事件でウジホロドに多大な影響を与えたのは、オーストリア支配から脱却しようとするハンガリーの革命であった。ハンガリー貴族らはハンガリーにいる。 その他の民族すべてを支配する自分たちの権利を主張したのである。1848年3月27日は、ハンガリーにおいて、君主制が倒されたとして、ウジホロドで公式に祝われた。1872年、最初の鉄道ウズホルアド・チョップが開業した。1910年の調査によれば、市には16,919人の住民がいた。 13590人はハンガリー人、1219人はスロバキア人、1151人はドイツ人、641人はルシン人、そして1.6%がチェコ人であった。同時期、シノジ治権は1541人のハンガリー人、9908人のスロバキア人、5520人のルシン人を抱えていた。 第一次世界大戦は、市の成長を緩やかに加工させた。1919年9月10日、死もカルパチアは公式に、チェコスロバキア共和国に併合された。ウジュホロドは、チェコスロバキア領下カルパチアの行政中心地となったのである。この時代に、ウジュホロドは建築の現代都市に成長した。ミュンヘン条約の後、 ウジホロドは新たなチェコスロバキアの半分を占めるスロバキアの一部となった。ウジホロドのかつてのシナゴーグ。現在はフィルハーモニックオーケストラ1938年のウィン裁定の結果、ウジホロドはハンガリーへ移管された。1944年の終わりには第二次世界大戦の戦闘がウジホロドへ迫った。 1944年3月19日にナチスドイツがハンガリーを占領した3日後、6台のトラックが男性たちを積んでウジホロドへ入ってきた。3月下旬、ユダヤ人共同体は48時間以内にドイツ軍に金品を渡すよう命じられた。そして続く数日で権力者たちはユダヤ人らが所有するピアノ、ラジオ、家具の類を明け渡すよう命じた。 3月31日、4月5日現在で、ユダヤ人は、黄色いバッジを身につけるよう命令が出された。およそ同じ頃、夜間外出禁止令が、ユダヤ人に課された。ウジュホロド周辺からやってきた1800人の、ユダヤ人らは、杉越の祝いの最終日である4月14日に、い通りのレンガ工場へ連れてこられた。5日後、市内にいる。 ユダヤ人らは自宅を離れてはならないという警告の書かれたポスターが貼られた。4月20日、憲兵と地元警察らがユダヤ人の家に入り、彼らの貴重品を奪った。4月21日から23日にかけ、宇治ホロド在住のユダヤ人たちは、レンガ工場へ集められた。もはやそこへ入りきらなくなると、彼らは材木置き場へ集められた。 ユダヤ人記憶流者は超過密状態に置かれ、食べ物は不足し、公衆衛生は乏しく、ほとんどが何の遮蔽物も,もなかった。彼らは、憲兵、地元警察、機関銃を持つ、ハンガリー人兵士に監視されていた。1944年5月14日になって、ウジホロドと近辺のユダヤ人たちは7つの輸送に分けられて、 アウシュビッツ強制収容所へ収容された。最初の貨物列車が強制収容所へ到着したのは5月16日で、最後の貨物列車が宇治ホロドを経ったのは6月3日だった。1944年10月27日、市は第4ウクライナ前線の軍に占領された。この時期には目を見張る変化がもたらされた。 ウジホロド郊外には新たな事業が起こされ、古い事業は一新された。1945年6月29日、下カルパチア・ウクライナは、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国の一部となった。同じ年に、ウジホロド国立大学が創立された。1946年1月から、ウジホロドは新設されたザ、ザカルパッチャ州の中心となった。 1991年以後、ウジホロドは、ウクライナ国内にある23の州都の一つとなった。その中で、ウジホロドは、最も小さく、生誕にある。2002年、一部の議論の後、チェコスロバキア初代大統領トマーシュ・マサリークの胸像が、市内主要広場で除幕された。同じような胸像が1928年に、 チェコスロバキア独立10周年を祝って除幕されていたが、1939年にハンガリー勢力が死を占領した際に取り除かれていた。2001年のウクライナ国勢調査によると、ウジホロドの住民構成は以下の通りとなっている。鉄道のウジホロド中央ターミナルウジホロドには6つの鉄道駅がある。ウジホロドには、 ウージュホロド国際空港がある。ウクライナ国内においても、規模の大きい空港の一つである。国内路線のほかグルジアやトルコ、ハンガリーへの路線もある。公共交通機関はあまり発達しているとは言えない。バスとマイクロバスの路線はおよそ50路線ある。ありがとうございます。